調子どう？え、ちょっとなんかちょっと調子悪いちょっと顔の調子悪いです。ヤッホー皆さんこんばんは。明日夜電話待ち、あー違います言っていいかな、違いますはい、はい、この6時半からドラフト2期生さんの冠ライブが始まるので皆さんそちらもチェックで、はい、今日ね私ね NHK 見てたんですよ。その NHK 見ててちょっと思ったことがあって、今日ね胴ありのコンタクトなのちょっと見つけたあるじゃないですかその見つけたに出てるスイちゃんっていう女の子がいるんですけど、皆さん知ってますか？スイちゃん、スイちゃん、スイちゃんって年取ってない気がするんですよもうね私がいつやろ、高校生大学生ぐらいから見つけたのスイちゃんいるんですけど、もうずっとスイちゃんちっちゃいなんか赤ちゃんのままなんですけど、えどういうことと思って今日見て、なんか今日そろそろもうスイちゃんも大きくなったからなんかそろそろなんか女の子変わってるかなと思ってたらまだスイちゃんで、しかももう昔のスイちゃんのままで、夢の話じゃないです、今日実際に見た話で、そのそう変わらない、変わらないですよね。で本当なんか一生再放送してんのかなと思って、なんかそれかもう1ヶ月に1年分ぐらい収録してんのかなって思いましたじゃないともうあんなまだあんな幼いのありえへんと思って、絶対再放送じゃないんですよ。ちょっとスイちゃんの謎変わらずないしまさかのいやーびっくりしました。子供って成長早いはずやのにスイちゃんはずっと年取ってない頃すごいなと思いました。4代目、え、じゃあ4代目、じゃあ4代目のスイちゃんがずっとスイちゃんしてる、じゃあほんまに、じゃあほんまにみゆが知ってるスイちゃんだったんですよ今日も。えてかスイちゃんってそんなおるんやん、4代目とか3代目2代目1代目知らない、え、もしかして人変わってんの？え、でも絶対違う。今日は動画入ってるコンタクトなんで一応読めます、はい。いやー2019年4月、え、言うてじゃあ最近、え、どういうこと？もうわからん、スイちゃんの七不思議一緒の人、私も一緒の人やと思ってた。見つけたってそんな長長寿番組やったっけいやーほんと、はい、それだけ、ただそれだけなんですけども、はい、それが疑問だったです。で、あともう一つ告知、サングラス持ってないの私、サングラス持ってないんですよ、ごめんなさい。ガールズペディアさんのなんだっけっけ、表紙が公開されたので見てください。なんか私だけめっちゃ正面向いててバリはずいんですけどみんななんかこんな横な感じなんですよ、私だけめっちゃ正面向いててなんか前回も表紙そんなや感じやったと思うんですけど、え、ちゃんとな横向いてんねんけどな、なんか採用されるのな、ま、正面でなんでと思ってめっちゃおもろい、そう、しかもなんか変な顔してたこれどういう表情っていう顔でした
え、なんでなんやろな、ちゃんと横向いたりしてるんやけど、また正面やった。そう、本当なら海外らしいですね。私コロナが流行ってから加入したので海外の撮影じゃないんですよね。あ、そう、ツインテールだったんですよ。え、なんかさ、もうさ、表紙解禁されたからさ、今日からあの黒い水着の写真って載せていいんですかね、どう思いますか。え、これでなんかやっぱミユよりファンの人の方がそういうの知ってるじゃないですか。どうなの、載せていいんかな、どう思いますか皆さん。載せたら怒られるやつ。でももうどんな水着とかどんな髪型買おうみたいな、あのもう分かってるじゃないですか。大人の板にあるまあそれはそう、それはもう間違いないです。そう、じゃあ大人の人に聞いてみますね。大阪です、こんばんは。あ、大阪に遊びに来てるんですか、楽しんでくださいね。大阪何で遊ぶんやろ、よそから来た人って。ユニバとかですか。あー、そう、モバメで送った、あの私とある先輩と今日はご飯に行ってきましたって書いたじゃないですか。誰だと思いますか。さやかさんじゃないです気になってた。あ、よかった、みんな気になってくれて嬉しい。気になってくれててよかった。ではではってシャンって誰だ。はい、答えはなんとミカナさんです、はい、猫の絵文字ついてたからヒントだったんですけど、あのそう、あのね、大阪魂公演が終わった後に、あー疲れたって、あの鏡部屋でもう死んでる時にミカナさんから LINE が届いて、なんかミユって届いて、え、何何と思って、もう 0.01 秒ぐらいでなんかキャーみたいな返事をあのして、なんか明日何してるって言われて、明日この時間まで何もないですって言って、はい、じゃあその時間までご飯行こうって言ってくださって、え、もう、え、やばい死ぬと思って、どうしようと思って、もっちゃんにすぐ LINE して、え、やばいやばいどうしようみたいな。みかなさんが後輩とご飯行くって超レア。え、そうなんですか。えー、めっちゃ嬉しい。え、しかも誘っていただいたのやばくないですか。もうほんまに、え、ほんまに明日死ぬと思って、ほんまに。でも生きてた、生きてる今日も今日も生きてた。で、そのなんか何食べたいって言われて、そのえ、もうミカナさん取れたらもう何でも食べると思いながら、でも何でもいいですって言ったら逆になんか困っちゃうかなと思って、パスタ食べたいですって言って、パスタ大好きなんですみたいな言って、でじゃあここのお店にしよっかって言ってくれて、で次の日そのお店行った時に、そのミカナパスタ嫌いやねって言われてめっちゃ申し訳ないですね、本当にもう本当にすいませんと思ってで、え、そうなんですかみたいな、パスタ嫌いな人おるんやと思って、でなんかミカナさんはうどんもラーメンもパスタ麺類があんまり好きじゃなかったみたいみたいで、うわーやらかしたと思っていやでも優しいですよね、私がパスタ食べたいって。はい、
え、それで最後もみかなさんが「いいよ出す出す」って言って出してくれて、え、もうやば、死ぬ、死んでまうと思って、もう加入前の自分に教えてあげたいです本当に。やばくないですか、もう幸せな時間でした。でもだからその昨日のみかなさんのなんか載せてたやつは私が写真撮りました。で初め本当にもう緊張しすぎて写真やばい、全然撮るのめっちゃ下手くそと思って自分でもう緊張しすぎて自分の携帯では写真撮ってないんですよ。え、本当に、でも写真撮るの下手すぎてほんまに下手やなって言われました。みかのさんはもうず野菜食べてました。はい、トマト食べてた。やっぱ美意識高いなと思いました。そう、もう本当にね、え、もうでもうほんまに幸せでした。はい、今日の服可愛い。今日はもうレッスン着ですよこれ。いやー、どうしましょう。写真ね撮ればよかったです、本当に自分の携帯で。そうや、トマト食べたらみかなさんになれると思って、はい、私も食べます。はい、また遊ぶ約束しました。めっちゃ嬉しい。次はみゆから誘おうと思います。はい。いいないいないいでしょう、羨ましいですか皆さん。ツーショットはそのみかなさんの携帯で撮りました。でもほんまに緊張しすぎてちょっと、はい、いやもう顔面成り立ってないと思います。顔が顔の役割果たしてないと思います。はい、え、マジで顔面成り立ってないと思う、ほんまに溶けてる多分。そう、はるちゃんさんも肌のためにトマト食べてるって言ってたから、え、ガチでトマトっていいんやと思って。みかなさん送ってくれるんか、送ってくれるかわからないですよ。なんでみえが体重言わないといけないんですか。関係ありますか。いろいろ話せた。ああ、何、もう何を話したか全然覚えてない。そのもう、わあ、ずっと心の中でわあ可愛いって思ってたから、そう。はい、あ、今日のみゆのもも目届きましたか。今日のみゆのかな。そうということで、あ、そろそろね30分になってドラニさんのライブが始まるので、そろそろちょっとランキングを読んどきたいと思います。はい。またすいません、また5時59分に来た。何がですか。今日ね、実はねマスカラしてないから、うん、もう目に覇気がないんですよ、すいません。実は手抜きメイクでした、すいません。はい、ちょっとランキング読みますね。ランキング読みづら。13位、ギガの藤丸さん、ありがとうございます。ピッ、ウィンク。12位コバリくん、ありがとうございます。ウィンク。11位デュベルさん、ありがとうございます。10位カルちゃん、ありがとうございます。9位キンキン、ありがとうございます。8位ペコちゃん、ありがとうございます。
7位ミユラブリュウちゃんありがとうございます。6位キャベツさんありがとうございます。5位タケポンありがとうございます。4位元気くんありがとうございます。3位シンシグさんありがとうございます。2位ともくんアイラブミュウさんありがとうございます。2位間違えた、あれ3位変わった、バレた。3位シンシグさんありがとうございます。2位ともくんアイラブミュウさんありがとうございます。そして第1位こぐまさんありがとうございました。はい、違うよ、ガチでウィンク、ウィンクできるようになってん。はい、ということでちょっと30分オーバーしちゃった、やばい。はい、ありがとうございました。みんな今日も来てくれてありがとうございました。ぽーはい、バイバイ、大好き、おやすみー。